記者会見を始めます。まず冒頭、何といっても学術会議の問題、これは今日このことを強くおかしいと、任命しないのは、憲法23条の学問の自由、それから表現の自由、言論の自由を侵害して大問題だということを強く言い、撤回するよう社民党としては強く求めます。でこれについて言えばですね、まずどういう事実経過でこのようなことになったのか明らかにすべきです。昨日の野党合同ヒアリングで9月24日に、99名名簿出すわけですが、それ以前に総理官房長官と話をしたというふうに担当者は言いました。そしたらいつ総理とこのことについて話をしたのか、いつからいつまで誰がこのことについて、総理、主には菅総理ですが、総理と加藤官房長官とこのことについて話をしたのかということのファクトですね、事実経過について明らかにすべきです。昨日は明らかにしませんでした。で、あったことは認めているわけで、もちろん総理が任命権者ですから99名の名簿を、出す前に総理と官房長官と話をしたと昨日認めたので、だったらそれはいつですか。でその次のステップは、じゃあそこでどのような話になったのかということも明らかにすべきだと思います。これは情報公開請求の対象でもあり、国会議員とすれば国政調査権の対象でもあり、極めて重要な憲法上の権利が侵害されたと思われる事件ですので、このことについて事実経過を明らかにするように、国政調査権含め国会の中でとことん追及をしていきます。で、二つ目に、やはりかつての国会答弁とその趣旨を完全に踏みにじるものです。これはご存知、かつて国会答弁では形式的なもので、その拒否をする可能性はない旨答弁をしております。これは形式的なものであると。で、なぜこのことが国会で議論になったかといえば、やはり恣意的な選別が行われるのではないかという観点から国会で質問になったわけです。で、今回この恣意的な選別をまさにやっているわけで、国会の答弁と整合性が全くありません。このことについてもしっかり追及をしていきたいと考えています。で、3点目は、昨日学者の皆さんたちも批判をしましたけれども、官房長官というか、この合理化するにあたって憲法15条を根拠に挙げていることは全く理解できないし問題だと思います。日本国憲法15条は、1、公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である。2項、すべて公務員は全体の奉仕者であり、あって一部の奉仕者ではない。つまり公務員は全体の奉仕者である、一部の奉仕者ではないわけです。それから15条1項は、国民固有の権利を規定していますが、今の内閣は履き違えている、間違っていると思います。さあ何かっていうと、国会で多数を占める政党が、議員内閣制ですから内閣を作ります。その内閣は何をやっても許される、自分たちと同じ考え方の人間だけを採用しやっていいんだということでは絶対にないんです。それは全体の奉仕者、全体の立場でやるべきであって、国会の多数を占める政党が内閣を構成するわけですが、その内閣は憲法上の権利やさまざまなものを踏みにじっていいわけはありません。むしろ全体の奉仕者、あるいは国政という点では少数意見も含めてさまざまな意見を考慮してやるべきで、憲法15条を根拠に国民に対して責任を負えない人を選ぶことはできないってしたのは全くおかしいというふうに考えています。全体の奉仕者というのをどう考えるのか。で、こんなこと言ったらですね、例えば
ちょっと話が飛躍してすいませんが、公務員は憲法尊重擁護義務があります。でも憲法9条改悪に反対ですっていう人を採用しないっていうのもおかしいですし、それからこの学術会議は、まあ、独立性が保障するというのが極めて重要なわけです。ですからそのことに関して、任命義務ない内閣は15条を根拠に選別するっていうのは全く間違っているというふうに思っています。論理を、まあ、むちゃくちゃするなっていうかですね、もしこういう論理がまかり通るのであれば、国会で多数を占める政党で占められる内閣は何だってやれることになりますよ。少数意見排除できることになりますよ。これは違うだろうというふうに思っております。審議会やいろんな点でも公平性は必要ですし、学術会議に対する独立性の保障は必要です。でもう一つこう問題だと思うのはですね、国会で政府提案立法など、まあ、議員立法も、まあ、政府提案立法などを議論するときに賛成の人、反対の人、いろんな人の参考人として意見を聞きます。これはやっぱりその法案のことを多角的に理解をするために、与野党から推薦人を、まあ、推薦頼んでですね、それで参考人が決まるというふうになっています。賛成だけの人、反対だけの人っていうのにはならない。これは自民党も、今までの自民党も含めて、いろんな委員会で法案の審議をするときに賛成、反対、まあ、必ずこれがなるように賛成だけ、反対だけということはないんですよ。それは自分たちが提案する法案だとしても、閣議決定をした法案だとしても、やっぱり皆さん国会はさまざまな政党があり、与野党を含めて推薦してもらって、賛成反対、あるいは折衷案でもいいです、いろんな角度から議論してくださいね。それでその法案の問題点が明らかになるというのが国会です。でもしこのようなことがまかり通れば、内閣が出した法案に関して反対あるいは問題ありという立場で参考人として国会に来ることを躊躇する、そんなことしたら学術会議に選ばれないということにもなりかねないと思います。私は実はこれは国会の法案審議にも影響を与えるすさまじいことだと思っています。で、学問の自由、それから学問の自由だけではなく、表現の自由、言論の自由、憲法21条の問題でもある、そういう表現を本当にしにくくさせる内閣がということに強く抗議をしたいと。これは学術会議あるいは学者の問題、学者だけの問題ではない、学問の自由をとてもリスペクトしますが、いや違うと、法案の審議やみんなの議論やさまざまな中で学者や研究者の発言が極めて抑制的になり、内閣が提案することやそのことを批判できないとすれば、この日本の社会に表現の自由はなくなってしまう。本当に萎縮された極めてその独裁国家の中の表現の自由になって、ますます表現の自由市場がおかしくなるわけですから、この今回の学術会議における任命を拒否っていうことは、もう日本の社会の表現の自由そのものに対する重大な危機で、これはもう撤回をすべきであり、社民党はとことん頑張ってこの問題を追及していきます。またテレビの中でも間違った言説が流れております。例えば学術会議のメンバーになれば、なんか年金が増えるとか、なんか経済的に特典があるとか、で昨日のその野党合同ヒアリングでも、そういうことはありませんと、ありませんということが役所からもありました。間違ったそういう事実がテレビなどで報道されることそのものも、それはまた議論をねじ曲げるというふうに思っております。まあ、この問題、本当に日本の社会の表現の自由、言論の自由についての極めて大事な問題で、国会の法案審議にもダイレクトに影響があるので、これを撤回するように、そしてもちろん事実経過も含め明らかにするように社民党として本当に頑張ってまいります。以上です。はい、朝日新聞の三輪です。今の学術会議の関係で、
そうですね、国会の審議があったわけなんですけど、閉中審査の。ただ出席した大臣が、まあ、官房長官も出ないし担当大臣も出ないで副大臣も出席ということだったんですけれども、まあ、これについて、まあ、審議は深まったと言えるのか、責任者がきちんとした答弁をしたと言えるのかどうか含めてご意見を伺います。はい、本日内閣委員会で閉会中審査が行われました。しかし肝心 の、 総理も官房長官も担当大臣も出席しないわけですから、これでは十分審議を尽くしたということは言えません。そしてもう一つ、答弁も何も説明していないということなので、肝心要の総理官房長官、任命権者は総理なわけで、9月24日以前に名簿99名提出する以前にまさに、総理官房長官と話をしたと言ってるにもかかわらず、そういうことも全然事実も明らかになってない。つまりこの重要な件に肝心の大臣、総理官房長官担当大臣が出ないこと、そして中身を全く説明しないことは極めて問題です。逃げるなというか、おかしいですよ。これを本当に許してはならないというふうに思います。はい、学術会議から忘れて申し上げません。山口二郎さんたちはですね、まあ、野党をまとめたと、野党を回りましたよね。あ、はいはい、あ、市民連合ですかね。あ、市民連合ですね。あ、はい、それの、結果の、選挙が秋島で行われてますよね。でそこで、まあ、黒川さんに、元村君の黒川さんに聞いたら、国民と令和からは何の反応もありませんと。うん、で、まあ、土曜日にですね、福島さん、山添拓さん、それから塩森さんが行きましてね、それと、都民ネットは、生活者ネットですね。それで、まあ、今度の日曜日が私、楽しみで、また、取材に行くんですけども、この選挙協力とかいうことに関してですね、どうですか。それからですね、まあ、正直言って共産党が粘りすぎてる。あそこに、まあ、土曜日ですね、いた人155人ぐらいですかね、みんな共産党の人ですよね。いや、そうでもないんです。結果と言っちゃなんだけども連合東京は井上真嗣さんが辞任。これはこの前の新宿区長選と同じ構図ですよね。それで選挙協力とかいうことになって、まあ、いわゆるいろいろと手を結ぶということについて、まあ、連合と一緒にやるのかどうかということもありますけども、この構図というのが、どのようにこれから選挙協力に影響するということをちょっと福島さんの一つご意見をお伺いしたいです。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、ご存知、各選挙で、まあ、野党共闘一生懸命追及しますが、その構図はまたそれぞれ地域やその予定 候補者によっても違うかもしれません。社民党は野党共闘を本当に大事にしながら、まさに今選挙の最中ですから、黒川雅子市長候補と山花紀子市議補欠市議候補ですね、全力に応援してやっていきたいというふうに考えております。でちょっと選挙のことで一つ言いますと、まあ、昨日コロナ禍で伸びになっていたポスター撮影を行いました。これは2月に私が党大会で党首になって、まあ、写真を撮影をせねばということだったんですが、スタジオが密になるというのでなかなかコロナ禍の中で、まあ、延期をしていたんですが、昨日、まあ、ポスターの撮影をやりました。で社民党は衆議院の予定候補者に候補者を立て、社民党として頑張るっていう素晴らしい予定候補者が出ております。今後も各地で予定候補者が出る予定だというふうにも聞いています。ですから社民党党首としては、この社民党で頑張ると決意して出てくださった
候補者の、まあ、予定、今予定候補者ですがの皆さんたちをしっかり押し上げ盛り立てて当選していくように本当に頑張っていきたいと、社民党公認として本当に支えていきたいというふうに思っております。頑張ります。あ、はい、はい、はい、3点ございまして、まずは3点、3点、あ、3点、はい、すみません、学術会議に関してなんですけれども、はい、追及をされていきたいということで、具体的にどのような追及の仕方をやっていきますか、はい、ということが1点目、はい、で2点目なんですけれども、先ほど選挙の話が出たので、今まだその野党間で の, その強行して、その一つに主役するっていう、その協議はまだ始まってないという認識ですか、うん、っていうことなんですね、はい、で3点目なんですけれども、今社民党として頑張るということでおっしゃってたんですけれども、はい、この前全国ブロック会議、全国ブロック会議が終わって、で今後その幹事会もあって、で今後その来月に臨時党大会を開くということで内定をしたっていうことなんですけれども、それで、まあ、今後その執行部としての意見を出していくことになると思うんですけども、それに対して の党首としてのお考えを伺えたらと思います。はい、ですね、1点目 の, 学術会議に関して徹底的に追及していくというのはどういう形かということなんですが、まあ、今閉会中なのでいろんな内閣委員会にちょっと社民党がいないんですが、まあまあ、行政交渉を含めてやっていく、あるいは野党で共同して、まあ、予算委員会を開けとかですね、まあ、10月26日まで開かないっていうのは全くおかしいわけで、野党で合同して閉会中に、先ほどもありましたが予算委員会なりそういうものを開けということを強く要求していくことがあります。で2点目は野党合同ヒアリングなどもありますから、そういう合同ヒアリングなどで事実関係を出させていくというのがあると思います。3点目は社民党として、あるいは一人の国会議員として資料要求、情報公開請求までやるかどうかはですが、まあ、国政調査権に基づくさまざまなファクトに関して資料を出せとかですね、そういうことを頑張っていきたいというふうに思っております。それから4点目は、これが学術会議、なんか学者の話ではなくって、やっぱり一般の普通の人の話の問題だと思うんですね。検察庁法改正案に抗議しますも、なんか難しいっていうより、みんながやっぱり検察の人事まで介入していいの、だから学者のこういうところの人事まで介入していいのっていうので、一般の人々に自分の問題って思ってもらえるような、そんな議論や説得や運動の展開も大いにやっていきたいと思っております。一部のなんかこう学者の話にはさせないっていうことがとても大事なんじゃないでしょうか。これは検察庁法改正案に抗議しますにちょっと似てるところがあると思います。一見専門的な話のように思うけど、そうじゃなくって、これが壊されると大変なことになるよっていうことを、検察がおかしくなったら困るよね、私物化されたら困るよね、官邸の言いなりだったら困るよねっていうように、学者の世界でも、でもこれ表現の自由、言論の自由に関わることで国会の審議にも関わるので、みんなに関係するよねということをもう少し分かりやすく展開していきたいと思っています。で2点目は選挙協力に関して言いますと、今社民党でバッティングをしているのは福岡なんですね。ですからここがちゃんと話ができるようにと思いますし、まだ本格的かどうか分かりませんが、注視しつつなんとか一本化でき、社民党で、まあ、社民党の立場ですから一本化できるようにというふうに思っております。それから3点目は、そうですね、今度、全国幹事長会議があり、そこでの議論も踏まえて、またさらに議論していきたいと思いますし、私自身は、まあ、社民党の党首で、実際予定候補者も出ているので、まあ、支えて頑張りたいというふうに思っております。フランス天皇ウィパーと申します。菅首相は、記者会見、開いておりません。
そしてまた国会にも出てきません。代わりにオフレコの記者懇談会、朝食会をやったり、内閣記者会の3社のみに限定された28分のインタビューに応じました、うん、菅さん の, メディアの質問から、あるいは国会議員の質問から逃げている姿勢についてどのようにお考えでしょうか。おっしゃる通りです。これは明らかに菅さんが判断した、菅さんが、まあ、任命権者で任命義務ないという判断をした当事者は菅総理です。菅さんが判断したわけですから、彼が責任を負うべきで、彼こそが、菅総理こそが記者会見で説明責任を負うべきですし、国会に出てきて答弁席で説明をすべきです。で、記者会見すら開かないっていう、国会にも来ない、これは本当に逃げているし、これだけ重要なことで菅さん逃げるっていうのはありえないと思います。菅内閣を、短命内閣にして、これは本当にこういう内閣は倒さなくちゃいけないというふうに思っております。はい、ここの国で国会の長官がありますよね、はい、ここでの、まあ、会議を一体どういう場として位置づけていきたいのか改めて伺いたいです、はい、9月末までに各県の、まあ、意見書の集約があり、まあ、拮抗しているわけですが、両論だったり未定のところもあります。ですから、まあ、一つこの全国幹事長会議は、でも一番最大は、まあ、衆議院選挙に向けていかに戦うかということだと思います。2月の党大会で衆議院選挙方針を出しておりまして、でそれにのっとって各地で頑張って候補者を立てていき頑張るぞっていうのがあるので、まあ、衆議院選挙がいつあるかちょっとその皆さんにもお聞きしたいぐらいですが、まあ、いろんな諸説ありますが、そのまずは衆議院選挙に関して2月の党大会で決定した衆議院選挙闘争方針に従って、社民党として頑張るぞということを、まあ、一つはその意思地とか全国の状況とか頑張るぞとか、候補者が出て予定候補者が出ているところでの発言とかというのがあると思います。で、2点目はやはり回答合流の問題であって、これについて、まあ、それぞれ私は社民党いい政党だと思いますが、さまざまなところでとりわけ党員がもうすさまじく考えているわけで、これについての議論があります。で、3点目は党大会は内定であって、割といろんなさまざまな県連から意見書が出ているのは、まあ、真っ二つに分裂する、あるいは3分の2はどうなのか、3分の2ないと回答できませんから党則で、という中で党大会を本当にやっていいのかという議論もあるんですね。党大会ではなく衆議院選挙に専念すべきだという意見もあるので、その3つ、衆議院選挙、2月の党大会に基づく衆議院選挙、闘争方針に基づく衆議院選挙をみんなで頑張ろうというのが1点、それから2点目が回答合流についての議見、3点目が党大会を11月14日にやることがいいのかどうかも含めて、まあ、主にその3つになると思うんですが、しっかり、全国幹事長会議は決定機関ではないんですが、そこで47都道府県から幹事長が来ますので、皆さんの意見をしっかり聞いていきたいと思っております。はい、読売新聞の関連さんと、9日の全国幹事長会議では、その11月14日 の, その党大会、この内定が外れると、で正式に発出するという感じがいてほしい。はい、この11月14日の党大会については常任幹事会でも議論になり、で、まあ、内定、つまり、ブロック事務局長と全国幹事長会議を減る前に党大会を決めるのはおかしいんじゃないかという意見もあったので、内定に しました。だから正式の発出はしていないわけです。ですから、まあ、その今度の、9日の全国幹事長会議で、まあ、全国の幹事長の皆さんたちがどういう意見をおっしゃるか、どういう思いなのかというのをしっかり見極めたいというふうに考えております。
です。まあ、意見集約幕末中までやったと思うんですけども、明らかにできる範囲で賛否が強い、賛否がどういう状況だったかということと、あと、まあ、ボトムアップの政党というのは重々承知しているんですけども、党首として、福島党首としてのその合流に関する立場というのは考え方ですか？そうですね。ですね、まあ、賛成反対拮抗している、あるいは両論併記のところや未定のところもあるので、まあ、全国いろんな意見があるというふうに思っております。で、合流賛成っていうところももちろんありますが、合流やむなしとなっていたり、だから両論併記のところもあるんですね。で、絶対反対もあるし、まあ、絶対賛成もあるという状況です。ですから、議論をしていかなければならないと思っております。で、私自身は皆さんの意見を聞き、まあ、社民党の党首で社民党の存在意義や運動や価値っていうのは本当にあると思っておりまして、皆さんの意見を聞きながら、まあ、自分の意見も言うべき時は来るかもしれないとは思っておりますが、今の時点ではとにかく皆さんの意見をよく聞きたいと思っております。共同通信の小野さんです、はい、ちょっと話題また戻って内閣委員会なんですけれども、はい、国会会議なんですけれども、今日内閣委員会で内閣府の大塚官房長は、その会員の任命を拒否された6人については、もう99人を会員に任命したことで今般の手続きを終了したということで、その改めて任命しないという考えを示しました。で、まあ、言及ありましたけれども、結局その任命拒否理由についても明確な説明もない、明確な説明がないまま今日終わったんですけれども、まあ、こうしたこの内閣委員会での政府の答弁に関してどのように、はい、極めて問題なのと、日本学術会議法に明確に違反しています。ご存知、日本学術会議法は日本学術会議の人間人員を規定しているので210名と、ですから法律に人員が規定しているので、任命を拒否しちゃったために欠員になっちゃってるんですね。ですから、だから内閣自ら違法行為を引き出しているというふうに思います。で、欠員を補充しないんだったら明確に日本学術会議法に210名って明言条文に書いてありますから、私はなんで内閣総理大臣が違法になるようなことをやるのかというふうに思いますし、今日その欠員補充しないんであれば、今まではなんか欠員補充とかこうなんか何か事情があったらしてたやにも聞いてるんですが、明確に日本学術会議法違反です。で、役所がそんなこと言っちゃいけないでしょうというかですね、で、説明がきちっとされないということに関して言語道断だと思っています。だから国会に総理大臣出てこいと、予算委員会開いて自分でちゃんと任命権者であなたが決めたんだから、菅総理がなんでこんな判断したのか、なんでかつての国会答弁と違うのか、なんで法律の趣旨と無視するのか、憲法上の言論の自由や表現の自由どう考えるのか、あなたは菅総理がこの問題に関して時系列でどう関与したのかということで、この6名の拒否した理由について、しっかり聞きたいと思います。よろしいでしょうか。あ、はい。事実質問したいんです。ロジ的な話で、ロジ的なスケジュール的な話で、ロジ、はい。9日に全国幹事会議をやって、15日の上官でいわゆる議案を、まあ、党大会が行われて、それは議案をまとめると、その後にもう一回、ブロック事務局長会議を行うという話を吉田幹事長言われてたんですが、そのブロック事務局長会議の後に出て決まってるんですか。あ、いえいえ。とですね、それはこの間のブロック事務局長会議で、もし党大会をやるとすれば、その前にブロック事務局長会議をやってほしいという意見が出たので、それはブロック事務局長会議はやるべきだよねと、突然党大会やるんじゃなくてということになったので、それはそうだよねってその場でなったんですが、日程とはまだ聞いておりません。だからおそらくその後になるということになるんですかね。
ブロック事務局長からはブロック事務局長がやるべきだという意見が出て、そうだよねとはなったんですが、そこで終わっていて、すいません、私はまだ日程等は聞いておりませんし、まあ、やっぱり党大会をやる、まあ、今内定だからあれですが、まあ、とにかく全国幹事長会議の議論を経てからしか正式発出はしないということですから、そこの全国幹事長会議で衆議院選挙どう戦うか、会党合流についてどうか、そして党大会をやるべきかどうかなど議論がおそらく出るでしょうから、それを踏まえてまた大いにみんなと議論していきたいと思っております。杉田水脈議員が10月1日に女性蔑視の発言があったことを不読で認めました。ただ、記者会見も開きませんし、生産性がない発言の時も記者会見は開かなかったですけども、自民党も特に、対応しておりません。この自民党の対応と杉田水脈議員の対応、どのようにお考えでしょうか。はい、杉田水脈さんの発言、女性は嘘をつきますからっていうのは明確に女性に対する差別発言であり、性暴力を訴える女性に対するそれを抑え込むバッシングするひどい発言です。性暴力を発言できなくなります。もう一つ自民党の問題があります。それは杉田水脈議員がこの発言をした時にその会場で笑い声が起きたというふうに報道されています。つまり女性は嘘をつきますからと杉田水脈議員が発言したら、自民党の男性、まあ、男性か女性か分かりませんが笑ったわけですよね。まあ、それも本当にひどい話で、それを肯定しているわけで、笑い話にしているわけで、まあ、いろんな意味でひどいわけです。で、杉田水脈議員を比例上位にして当選させたという自民党の責任もありますので、ブログだと全然その説明責任を、まあ、杉田水脈さん自身がしたことになりませんから、杉田水脈さんもきちっと説明責任を尽くし、自民党としてもしっかり、処分するなり態度を決めるべきだというふうに考えております。でもう一つ、足立区議会でも LGBT に関する自民党の男性議員が差別発言したことについても、これはやはりおかしいと、滅ぶというような発言をしていて、これも本当に LGBT に対する無理解と差別発言なので、やはり意思決定の場にいる人たちが極めて差別的な無理解の発言をし続けるということに関して、これは変えなくちゃいけないというふうに考えていますし、自民党自身の責任もこれをどう考えるのか説明すべきであるというふうに考えております。じゃあよろしいでしょうか。はい、終わります。